俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟叫ぶ。ゴッドフィンガー、どうもこんにちは、クラフトです。今回ご紹介するキットはこちら、入らないハイレゾリューションモデルゴッドガンダムです。定価14,800円、高いよ、高すぎる。ハイレゾリューションモデルっていうのは劇中の機体設定を素材の組み合わせとデザインアレンジで高解像度化するガンプラのブランドです。金属などを生かした重厚感のあるフル稼働組み立て済みの内部骨格フレームと異なる質感の組み合わせにより視覚に訴える外部走行パーツ、それらを組み合わせて表現されるアクションポーズは印象的なシーンを美しく再現しますってことですね。この内部フレームのこの稼働がすごいですね。外部走行パーツは結構メタリックっぽい感じで仕上がってるみたいですね。金属パーツも多用されているようです。じゃあ早速開けていきましょう。箱もちょっと普通のガンプラと違いますからね。ここのテープを剥がして、そして引き出します。この辺はガンプラですね。はい、各種ランナーとブルーのボックスに入っているのが、お、なんだこれは。これはハイパーモード時の日輪エフェクトですね。キラキラしてます。そしてこれが内部フレームですね。内部フレームを見てみましょう。ピュイッと、ほうほう、こんな感じですね。ゴッドフィンガー用のクリアオレンジパーツも入ってますね。開けてみましょう。ハイレゾリューションキットを買うのは初めてなんで、どんな感じかすごく興味深いですね。なるほど、この質感自体はガンプラっぽいですね。金属って感じじゃないです。はい、フレームの方を見ていきましょう。全体はこんな感じ、肩が大きく張り出してますね。そして塗装済みのメタリックっぽいパーツが要所要所に使われています。ただ金属ではないですね、プラスチックですね。そして稼働は結構渋めというか、しっかりした可動ですね。腕はこんな感じ、膝関節は結構曲がりますね。足はつま先の部分だけ別に可動します。かなり柔軟に動きますんで、ポージングはしやすそうですね。そして胸のパーツ、このウエストの部分は最初からついてますね、走行が。ここはのけぞりができますね。かなりのけぞれますね。そして前屈もこのような感じでパーツが展開して、かなり前屈できます。腹筋ができるみたいな、腹筋 6LDK 回。そしてこちらがパーツ類ですね。パーツ自体は少ないですね。やっぱりフレームが最初から完成してますんで、パーツ自体は少ないですね。そしてパーツの一つ一つが、これはコーティングしてあるんでしょうか、かなりキラッキラです。完全に光沢仕上げですね。外装パーツはキラキラの光沢コーティング。ゲート跡がどんな感じで残るのかちょっと心配ですね。それ以外にはマーキングシール、そして胸の部分用のジュエルシール、これは何でしょうかね。足の裏につけるんでしょうか。滑り止めのテープのようなものです。こちらも付属してます。では早速作っていくクラフタチャンネル。まずはいつものようにタミヤさんの先細薄刃ニッパーでカットしていきます。ただしキラキラの綺麗なパーツ類なんで、傷が入らないようにちょっといつもより慎重にカットしていきます。パーツの切り出しが終わりましたんで、次はゴッドハンドさんのアルティメットニッパーで2度切りしていきます。ゲート跡がどれぐらい残るかちょっと心配ですね。まずはブルーのこのパーツ、ここはアンダーゲートになってますね。このパーツは全部アンダーゲートだったので、あとは残りませんでしたね。じゃあ次にアンダーゲートではないパーツです。こんな感じですね。やっぱりゲート跡は残ります。当たり前ですけどね。こんな感じ。他のパーツも見てみましょう。ここですね、ゲート跡。意外とやっぱりしっかりと見えちゃいますね。では赤いパーツを見てみましょう。これはかかとのパーツですね。ゲート跡は残りやすいですね、こういうパーツは。ただこのパーツ全部アンダーゲートになってます。なのであとは残りません。意外とやっぱりアンダーゲートのパーツが多いので目立たないような構造にはなってますね。さすが1万5000円。これは肩のパーツですね。ここにゲート跡がまあ残るんですが、ここは隠れてしまいますんでやっぱり目立たなくなります。よく考えて設計されてるんでしょうね。ここはアンダーゲートなのであとは残りません。白いパーツは普通のゲートですね。切って見てみましょう。はい、こんな感じになりました。あとは残ってるんですがホワイトのパーツなんで全然わかんないですね。ほんとよく見るとちょっとあるかなぐらいの、そんな感じです。全く目立ちません。はい、全てのパーツのゲート処理が終わりました。これぐらいの量ですね。内部フレーム用のパーツがないので少ないですね。胸部のエネルギーマルチプライヤーゲートにジュエルシールを貼り付けます。キラキラですね、このシールも。はい、 OK。 胸部アーマーを取り付け、このブルーの装甲を順番にはめていきます。というかパーツがキラキラですね。かなり質感の高いパーツに仕上がってます。高級感がありますね。そして左右のイエローのインテークを取り付け、胸部マシンキャノンのカバーを取り付けます。ここは開閉ギミックがありますね。こんな感じ。エネルギーマルチプライヤーゲートにも開閉ギミックがあります。頭部を組み立てていきましょう。頭部もパーツの分割がすごいですね。頭部バルカンももちろん別パーツになってます。そしてこの頭部パーツの色分けもすごいですね。目の部分は最初から塗装されています。この細かいんですよね、このバルカンのパーツ。質感高い。そしてこのバルカン砲のカバーを取り付けて、このパーツはちょっと色分けされてますね。他の白よりも少しグレーがかったホワイトになっています。頭頂部のカバーを取り付けて左右のパーツを固定します。アンテナ部分のパーツを取り付け、これもほんと質感が高い。ほんと高級なおもちゃって感じです。そしてここのカバーを取り付ければ頭部の完成です。なんというイケメンでしょうか。このキットは1万5000円だけあって、ハンドパーツも細かいです。稼働する親指を手のひらにはめて手の甲でカバーします。そしてハンドパーツはこの4本の指を交換するパターンになっています。こんな感じですね。めっちゃかっこいいわ、このハンドパーツ。上腕部に取り付けるゴッドフィンガープロテクター、これも質感いいですね。第2の手みたいな感じですね。この爪というか指の部分は全部ボールジョイントになっていて非常によく稼働します。でイエローのフィンガー部分も取り付けて、これで完成ですね。開閉ギミックも抜群です。ゴッドフィンガープロテクターは腕の上腕部に取り付けます。はい、こんな感じですね。では手足を組み立てていきましょう。まずは足を取り付けます。この辺は普通のガンプラと違ってものすごく頑丈にできています。なので安心して取り付けることができますね。他のガンプラもこれぐらい頑丈だったらいいんですけどね。そして腕を取り付け、ここももちろんしっかりと取り付けることができます。もうやっぱりフレームの出来栄えが普通のガンプラの何倍もいいですから、さすが1万5000円のガンプラって感じですね。スカート部分のアーマーを取り付け、非常にいいですね。裏側もちゃんとカバーがあって情報量が豊富です。次にサイドアーマーを取り付け、この辺も全部ボールジョイントになってますね。そして非常に可動範囲が広いので足を高く上げたりすることも可能です。この辺はよく考えられてますね。反対側も取り付けます。フロントアーマーを取り付け、アーマーの裏側もしっかりと処理が施されていてディテールは抜群です。ここもボールジョイントなので柔軟に稼働します。最後に真ん中の走行を取り付ければ完成。こちらはコアランダー。コックピット部分がこのように稼働して、スラスターは斜め稼働します。この状態で背中からドッキング。こんな感じですね。このギミックもグラグラすることもなくしっかりとはまります。これでハイレゾリューションモデルゴッドガンダム完成です。クラフタチャンネル。まずは上半身、そしてこの頭部、言うまでもなく抜群の造形美です。肩アーマーの内側にはちょっと押せるポイントがあります。そしてそれを押すと肩の上のアーマーが稼働します。こんな感じですね。もちろんこの開閉ギミックは両肩についています。胸部エネルギーマルチプライヤーゲートの開閉ギミックはこんな感じ。これも高級感のあるパーツですね。ふくらはぎ部分にも開閉ギミックがあります。両足開くとこんな感じ。内部のメタリックカラーのフレームがちら見えするところがかっこいいですね。ゴッドフィンガープロテクター。両手についているこのプロテクターも非常に柔軟に稼働します。ギラッギラです。両腕のプロテクターを最大限に開くとこんな感じ。両腰にはビームソードであるゴッドスラッシュが装備されています。もちろんこのようにエフェクトパーツを取り付けてハンドパーツを差し替えて持たせることができます。これでポージングしてみましょう。うわ、むちゃくちゃかっこいい。というか非常にポージングが決まりますね。なんでしょう、人間のような動きというか非常に自然なポージングができます。ゴッドスラッシュの二刀流、めちゃくちゃ強そうです。このキット、可動域が抜群なのでこのようなハイキックみたいな奇抜なポーズも取れてしまいます。なかなか見れないガンダムのハイキックポージング。これもハイレゾリューションモデルのおかげですね。ハンドパーツもいろいろ付属していて、このような小艇を向けたハンドパーツも付いています。これを取り付けると非常にカンフーチックというか格闘戦風のポージングが決まりますね。こんな感じです。ガンダムというよりほぼほぼ人間の動きですね。非常に様になっています。そしてこのキットの特徴がこのウエストの関節部分、これが非常に柔軟にひねったりできますんで、とても生き物らしいポージングが可能になってるんですね。ゴッドフィンガー用のクリアパーツも付属してます。こちらに付け替えてみます。背中には日輪エフェクトを装着可能。このようにウィング部分を展開してエフェクトパーツを専用の部品で固定します。このようにウィング部分に刺して装着、しっかりと固定することができます。このようにハイパーモードを再現することも可能です。このエフェクトパーツはホログラムシールになっていて、かなりキラキラしますね。キラッキラです。ただクラフトの場合は別のポージングがしたくてこのキットを買いました。じゃあちょっとやってみましょう。まずはフロントダブルバイセップス。上腕二頭筋が美しい。そこから流れるようにバックダブルバイセップス。背中に気心を宿らせましょう。お次はこれだ、サイドチェスト。どうですか、こんなに美しいサイドチェストができるガンダムを見たことがありますか？素晴らしいの一言です。続いてはモストマスキュラー。丸太のような太い腕、そして大胸筋を見せつけております。出た、オリバー、オリバー。もう興奮が止まりません。なんと美しい筋肉美。ナイスバルク、ナイスマッスル。はい、というわけで今回はハイレゾリューションモデル100分の1ゴッドガンダムのレビューでした。いやー、ちょっと興奮しすぎましたね。いや、素晴らしいキットです。これは何でしょう、ポージングによるポージングのためのガンダム、それがゴッドガンダムと言えるのではないでしょうか。動画の概要欄に今回紹介したキットやツールのリンクを貼っておきます。サイドチェストやオリバーポーズを決めてみたい方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。